林文子作盲目の源次郎さんの話んちゃんが学校から帰ってくるとおばあちゃまのお部屋にあんまの源次郎さんが来ていました「藤の花が咲いていますね」と源次郎さんがおばあちゃまに言っています。 とてもきれいに咲きましたよ今がちょうど見ごろですね蜂がよく来ますでしょう。よく蜂が飛んでいますよけんちゃんはげんじろうさんとおばあちゃまの話を聞いていてびっくりしました目の見えないげんじろうさんが どうして藤の花の咲いているのがわかるのか不思議でしたケンちゃんはそっとお部屋へ入って行きましたすると源次郎さんが「おやお坊ちゃんおかえんなさい」と言いました寝床で庭の方を向いていたおばあちゃまはふっと首を後ろへ向けて おかえり」と言いました「源次郎さんどうして僕がそっと入ってきたのわかるの?」とケンちゃんが源次郎さんに尋ねますと源次郎さんはニコニコとして言いました「そりゃ分かりますよ坊っちゃんはおっぱい臭いものね」へ。 本当かなだってぼくはもうおっぱいなんか飲まないよそこのところの入り口の風が動きましたからぼっちゃんだなと思ったんですよじゃあ源次郎さんはどうしてお庭の藤の花の咲いたのがわかるのわかりますともいつもそこのお庭口から帰るとき 私は藤棚の下を通って花房を手で触っていますからわかるんですよケンちゃんはなるほどと感心してしまいましたケンちゃんは今年小学校の二年生です「弱虫ケンちゃん」とあだ名がついているくらいの内気な子供でしたそして何でも不思議なことに出くわすと「どうしてなの?」 なぜなのと、ねほりはほり聞くのがくせでした。ねえ、源次郎さんはどうしておうちへ来るのに誰も手を引いてこないのね。どうしてなのどうして一人で来られるのかしら目が少しは見えるのと聞きました。すると、おばあちゃンが、そりゃ、源次郎さんは勘がいいからですよ。と言いました。だって、 勘がいいとどうして一人で来られるのかしら。源次郎さんは言いました。そりゃね、ぼっちゃん、目が見えなくても大丈夫なんですよ。私は目は見えませんがね、とても耳がいいし、鼻がいいんです。面白いでしょ。あのね、まずお宅様へ上がりますときは、 大通りへ出て、バスの停留所へ立ちます。バスを一台必ずやり過ごして、止まるところを考え、その後のバスに乗って、四つ目の豊川町で降ります。降りたら右の道をまっすぐ歩きます。へえ。ほら、四つ目の角を左へ曲がればいいんでしょう。 横丁があるところには必ず左の方に寒い風が吹きつけますからあ一つの横丁を越したなと思いますそして間もなくガレージがあるでしょう。すると私の靴の音がゴリゴリって聞こえるんですよ歯のある下駄だとカランコロンって 足音がガレージの天井に響きますでしょうそれからね四つ目の横丁を左へ曲がるとお風呂屋の匂いがプーンとして溝の水がチロチロしているところの石段を上がるとお玄関の横庭の藤棚の下へ出るのですよわかりましたかんちゃんは やはり感心してしまいました源次郎さんはとても子供好きです昭和13年に中国の洋子江の上流の勾配というところで源次郎さんは戦争していて両目を失ったのだそうですだから目が見えなくなった時はとても悲しくていろんな寂しいことばかり考えていたのだそうです ねえ坊っちゃんだから私は藤の花の色でもご飯の白いのも坊っちゃんのかわいいのもみんな色がわかるんですよ戦争はいけないことですね私のように体の不自由な人がたくさんできるでしょうだから 戦争は怖いものですよどこかの国がまた戦争しようと言ったら坊ちゃんは「いけないよ源次郎さんがたくさんできるからやめてちょうだい」ってどなってくださいと言いましたけんちゃんは源次郎さんの目をじっと見ていました紫ガラスの眼鏡の奥に 動かない目が二つじっと開いていました。源次郎さんの目は動かないのああ、これですか。これはガラス玉で作った目ですよ。くりっと抜けるようになっています。ケンちゃんは不思議でした。源次郎さん、もう。 悲しくはないのそうですねもう大丈夫ですちっとも悲しくはありませんよあんまも少しは上手になりましたし私は体が丈夫ですからこれでいつまでも平和だったらどんなに働けるかと思っています今私は展示を勉強しています 点字って何なの？紙の上にぶつぶつ細かく穴のあいている富豪です。この展示でね。今は新聞も出ていますよ。けんちゃんはいいものができているんだなと思いました。源次郎さんは白い上着を着ています。とても元気そうに太っています。 おばあちゃまは気持ちがいいのかすやすや眠ってしまいましたおばあちゃま眠っちゃったねぼっちゃんにおやつを買いに行く夢を見ていらっしゃるのでしょうげんじろうさんはそう言ってニコニコ笑いました雨上あがりのせいか 藤の花がとてもいい色に咲いています。けんちゃんは、ああ、目が見えて本当にいいなとそっと心の中でそう思いました。